はい、バースの町にしばらく滞在しようと決めました。まあ理由はズバ抜けていいっすね。イギリスのいろいろな町行きましたけど、もうここは長期滞在したいなってもう心底思えたのはこのバースですね。なんて言うんだろう、すごい穏やかで時間がゆっくり流れていて、でそれでいて街がすごく綺麗で、お店もすごくおしゃれで、カフェとかアパレル系とか香水のお店とか、もうなんかとにかく街の作りだけじゃなくて、まあ雰囲気そのものが居心地がいいですね。バース大聖堂とすぐ隣にバースの大浴場、2000年前の古代の浴場があるということで、まあ、まさにテルマエロマエの世界ですね。いや、バースは古代ローマの影響をやっぱり受けてるんでしょうね。街並みとかそのなんていうか雰囲気がまるでちょっとイギリスじゃない、また別の国に来てるかのような感じを受けますね。まあいい具合に融合されてるとも言えるんですけど、まあ、なんとも居心地がいい、穏やかで、まあ、地方都市なんでね、穏やかですし、なんか治安が悪そうな雰囲気もなく、うん、まあ今日の気候っていうのもあるんですけどね、なんかフランスのちょっと街にやってきた、もしくはイタリアのどこかの街にやってきたみたいな、そういうリゾート感覚っていうのも味わえるような、ちょっとイギリスにこういう街があるっていうのは全く知らなかったですね。本当に長居したくなる、そういう街です。バースの丘にあるロイヤルクレセントです。すごい美しい曲線ですね。いやもう街並み全てが世界遺産っていうのは、まあ、本当納得いく。街が世界遺産ってまさにこういうことなんでしょうね。いや本当素晴らしいわ。まあ、エディンバラも良かったですけど、バースはもともとの期待値が低かった分衝撃が大きいですね。まあ昔のお風呂があったとこでしょうぐらいにしか思ってませんでしたからね。こんなにいいと思わなかった。期待値以上衝撃です。イギリスにこんな街あったんだと、もう衝撃しかありません。
イギリスでバカンスを過ごすならばバース、そしてバースからちょっと足を運んでコッツウォルズ、そういう流れがね、イギリスで気持ちのいい夏の季節過ごすのにいいんじゃないかなと、もうおすすめです。